皆さんこんにちは。バチェラー編集長の塩ポンです。毎週金曜日の日替わりラジオは谷村先生の近況報告です。今回も谷村先生から動画が届いていますので、そちらの様子をご覧ください。それでは谷村先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁です。いや、もう6月もそろそろ終わりですけれど、皆さんどうですか？いや、なかなかですね、ホールはもう来月の7月の寝台がただごとじゃない上に、8月のガンダムシードとですね、ものすごい寝台を買わなきゃいけないってことでですね、お金を回収してる真っ最中だと思うんで、こういう時期に負けて当たり前っていう感じになるんですが、負けてしまっては普通のお客さん、やっぱりこういう中で勝ってこそのパチランの、読者の方っていう感じがするんで、結構勝ち報告の額が大きいんでびっくりしてはいるんですが、本当にですね、こういう中でもとりあえず、ドンキホーテも現時点で27万円プラスで、どんどん収支を重ねていってるんですが、まあ、なんせですね、パチンコ代すごすぎませんか？僕、今月一番驚いたのはですね、129分の1の、乃木坂と、それから地獄少女の、ライト。まあ、このライトスペックがですね、99分の1とかのアマデチって言って、僕はちょっと半分舐めて、しかもですね、時間とお金がかかるっていう意味で、ある意味遊ばせるだけの台っていうイメージしかなかったアマデチがですね、これ、短時間で結構勝てるようになったと思うんですよね。皆さんどうですか？勝ち額が尋常じゃなくて、もう地獄少女なんて129分の1なのに1万3000発出ちゃったりとかですね。あと、あれですね、乃木坂ライトなんか新装初日に130回ぐらい当たってる台に座って150回まで出したんですけど、これもうわずか15分でですね、5000発1万7000円ぐらい、交換してですね、いや、こんなに美味しいアマデジが出てくるんだったら、これからちょっと、129分の1は狙い目だな、と思っちゃったドンキホーテですけど、皆さんはいかがでしょうか？まあ、アマデジアマデジと言って舐めていてもですね、結構荒い出方をしちゃうんで、僕が1万発以上出した、本当にワンニャン、もうワンパラとかニャンニャンドリームっていうイメージよりは、どちらかって言ったらもうトレジャーで宝探しの方がメインだったりして、派手にですね、役物が動いて1万発が意外と身近だったりしますよね。199分の1もちょっと出方が、まあ、ある意味シンフォギアが作った世界ではあるんですが、実際問題、初期のシンフォギア並みにですね、出玉がですね、大きくなりました。もうそれも全てですね、この先のルール改正とかでですね、出玉が大きくなるという一つの布石ではあります。それを考えるとですね、今、アマデジだから、まあ、バラエティコーナーだからといって、舐めてかかってると、お金を吸う額もでかいですし、逆に吐き出す額も大きいなという感じが、つくづく感じています。僕がこうやってですね、割とこうバラエティコーナーに出入りするようになったっていうのは、ある意味ホール側からするとですね、もうメジャーな大量導入する機種がある程度限られてきちゃいますよね。そうすると、まあ、ギリで次の寝台のためにこれは買っておかなきゃいけないな、でもそれほどメジャーじゃないなっていう部分があったりするとですね、意外と買い控えしてて、メジャーな、台でも、1、2台しか入ってないっていうことが最近増えたと思います。まあ、本当にですね、メインどころはどこなんだっていうのは、やっぱり入れ替え台数や、本当にポスターなんかの力の入れ方でわかると思うんですが、そんな中、本当に一昨日ですよね、僕は例の、ベルセルク無双のですね、これエクストラバージョン、本当にですね、出玉がすごいんですね。これ小当たりラッシュなんですよね。この小当たりラッシュの、ベルセルク、どうですか？皆さん、もう、ベルセルク無双は座らなくなっちゃってると思うんですが、まあ何気にですね、無双ラッシュとか言いながら、ここからの、信頼度の、表示で、台は本番。僕がですね、初日見てると40回あたり4万発なんていう台が本当に少数導入なのに出ている、ベルセルク、ちょっとマークしてですね、初日2日と見てるとですね、この台、スマートパチンコじゃないのに、なんと9万5000発のですね、コンプリート機能を搭載しているというところに注目なんです。これ下手するとですね、スマパチじゃないのに
コンプリート機能が発動する可能性があるんじゃないかなっていうところがですね、ちょっと、見えてくるんですね。その証拠にですね、出てるお店だとだいたい初日に4万発から5万発出てて、まあ6万発ぐらいまでは行ってるんですが、僕が打ったホールなんかは1日目2日目とも本当に1桁あたり、一体この台でどうやったら出るんだろう、最高出玉も5000発ぐらいじゃ、いやこれ下手したらさっき話した本当にあのアマデジっぽい129分の1ぐらい打ってる方が全然出玉がいいやっていう感じのベルセルクだったんですが、これもバラエティコーナーに1台だけ入っていて、今日、3日目、もう5000発出てもう捨てられてる台なんですが、この台がですね、なんと100回転以内の数珠つなぎでですね、1万4000発出てくれたんです。まあ本当にですね、今週の、目玉としてはこのベルセルク無双の小当たりラッシュですね。まあベルセルク本当にですね、露骨にいい台と悪い台分かれるんですね。これ単純にスーパーまで行くのは簡単なんですが、要は無双ラッシュで信頼度を金色の 70% 以上、できればですね 90% まで上げていって、あとは点撃。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。